はい、今、緊急で動画を撮ってる感じですね。まあ、僕もびっくり。令和のトランプらたちが賭博、なんていうんですか、賭博ポーカーでいいのかな、関わっていたということで、竹田塾の林塾長が辞任、お昼に会った時は、こんな風になるとか思ってなかったんで、まあ、びっくりですね。昨日の生配信中にコメントできて、炎上してますよってきて、まあ、まあ生配信見てた方は分かると思うんですけど、それで Google で調べて、何も出てこないよって言って、で、Twitter ですってきて、で、Twitter 見たら、うえっていう感じだったんですけど、で、まあ、ヤンさんの名前があったんで、やっぱ聞かなきゃいけないなっていうのはありますんで、まあ、ベーシスね、やってもらってるし、あとは、ユーテラの英作文の動画も出てもらってるんで、連絡して、はい、聞きました。で、まあ、謝罪動画がね、出てるっていうことは、まあ、それも事実と認めてるってことだと思うんで、まあ、事実だったら、まあ、仕方がないことだとは思います。で、僕は賭博やってませんって言ってたんで、じゃあその900っていう数字は何なんですかっていうふうに聞いたら、ウーバーイーツかの料金ですって言ってたんで、まあ、そこでいろいろ話をして、じゃあ、わかりました、信じますっていう形になりました。オンライン英語塾のそのベーシスをクビにするとか、ユーテラのメンバーから外すってことはしません。ちょっと、まあ、何が何だかわからない状況なんで、まだ、オーナーたち、僕ら、その竹田塾のオーナーたちは待ってる状況ですね。一応3時、4時ぐらいに辞任の発表があったんでしたっけ？まあ、オーナーたちもほぼ皆さんと同じ状況だと思います。今の段階ですね、この朝。辞任をしますっていう発表だけなされてるので、今後の対応とかはまだわからない状況ですね。まあ、わかんないです。今後体制がどうなるのかとかはまた連絡がいずれ来るんだと思うんですけど、その勉強法に非はないですし、ね、校舎長、講師たち、そして通ってる人たちに非があるわけではないので、で、オーナー、あ、まあ、オーナーたちで関わってたオーナーもいるのか。その関わってないオーナーたちに非があるわけではないので、ただ教育業界っていうものなんで難しいですね。難しいですね。で、いろいろとコメントが来ているんで、虎側が令和の虎に出演するときに、出演料を払っているっていうのは別に事実でしょうし、悪いことではないと思います。別にそこは普通に考えて制作費があるじゃないですか。その制作費、出演者が払って、それが宣伝になってるんだったら。で、まあ今のね、令和の虎だったら広告収入だけで制作費を補えると思うんですけども、そのバズる前までは広告収入だったら完全な赤字だと思うんで、まあ虎たちに払ってもらってるっていうのは、まあまあ納得のできることではあると思います。それで、志願者が払うっていうのなんか書いてる人いるの、それは違くないですか？志願者ってお金、融資とか投資してもらいに来る人なんで、その人たちが払うっていうのはないんじゃないかと思うんですけど、で、受験生版は全く違うものなので、虎たちがお金を払ってっていうものではないです。だから僕なんか、なんでお金を払ってたことを隠してたんですかみたいに言われて、いくら払ったんですか？いくら払ってないです、一切。ですね。まあまあまあ、受験生版いなくなってますけど、僕は。で、その受験生版の虎は別に、ポカとは関係がないので、だどうなるかは全く分かりません。で、志願者へのお金、あれは本当に自腹です。受験生は違うので、本家のものとは。まあ、個人的にはね、すごく感謝してますし、ね、いろいろお世話になってますんで、まあ、信じたくないですけどね。まあ、実際なんかもう本当夢の中にいる感じですね。で、竹田塾、イングリッシュの方は、まあ、一関さんが社長なんで、まあ、一関さんと話をすると思います、今日。かな、別会社ではあるんで、でもやっぱ影響は出ますよね。名前ついてるんで、竹田塾って。まあ、その辺のこともちょっと話していく形にはなると思いますね。なんかいろいろもう一つはぶられててよかったねって まあ3月に発表することになってたんですけど、新たにね、校舎を2つ持つっていう話は進んでたんですよ。で、まあ今やってるのと合わせて3校舎ですね。でも多分白紙になりますよね、これね。新たに雇う人とかもいろいろ話は進んでたんですけど、この状況ではそれはないかなという感じです。それと、あと、まあ今いる生徒たちの受験に影響が出なければいいなというのが率直な感想ですかね。まあ女になって8ヶ月ですかね。いや、予備校を辞めなきゃよかったかもしれないけどね、わかんないですけど。まあでも引退はしちゃってるので。まあ、また何か分かったらという形になります。まあ、結局、LINE は平さんからしか届かなかったんで、早稲田合格塾の、どんだけ友達いないんだよって思いましたけど。で、仕事の方で一人、二人しか連絡来てない。ちょっと寂しくなりました。とりあえず、僕も同じその情報を待ってる段階なんで、何かあったら、はい、お知らせします。はい、ご視聴ありがとうございました。